スペンサー・メイソン・ホーズは、アメリカ合衆国ワシントン州シアトル出身のバスケットボール選手。NBA のフィラデルフィア・セブンティー・シクサーズなどに所属していた。身長216センチメートル、体重111キログラム。ポジションはセンター。高校在学中に、州大会で優勝して MVP にも選出された。また AP 通信、マクドナルド、パレード、 USA Today よりオールアメリカに選ばれた。彼自身は高校を卒業後すぐに NBA 入りを希望していたが2006年の NBA ドラフトより高校を卒業してから1年は経過していないとドラフトで指名できなくなる変更がなされたことからワシントン大学へ進学した。ワシントン大学では1年時に平均14.9得点6.4リバウンドを上げた。 その後2007年の NBA ドラフトへのアーリーエントリーを宣言。サクラメントキングスから全体10位で指名されて NBA 入りした。1年目は71試合に平均13.1分の出場し、平均4.7得点、3.3リバウンド、0.6ブロックショットの成績にとどまった。2年目は先発センターのブラッドミラーがシカゴブルズに移籍したため、 51試合に先発出場、平均29.3分出場し、平均11.4得点、7.1リバウンド、1、2ブロックショットの成績を上げた。2010年6月17日、アンドレスの仕様にと共にフィラデルフィアセブンティシクサーズのサミュエル・ダ・レンベアとのトレードで移籍した。2014年7月9日、ロサンゼルス・クリッパーズと4年契約を結んだ。 2015年6月16日、ランス・スティーブンソンとのトレードで、マット・バーンズと共にシャーロット・ホーネッツに移籍した。2017年2月2日、マイルス・プラムリーとのトレードで、ロイ・ヒバートと共にミルウォーキーバックスに移籍。9月1日に解雇された。ありがとうございます。